い、どうも、中島です。今回ですね、こちら。これですね、充電式剪定バサミなる道具を買ってみたので、使ってみたいと思います。はい、名前の通りね、電動式の剪定バサミなんですけども、ボディの色はマキタを意識してるんですかね。実際ね、バッテリーはマキタ純正のものも使えるようです。今回はね、21V のバッテリー付きのものを買ったんですけども、まあ、ノーブランド品のいわゆるマキタ互換バッテリーってやつですね。はい、電源ボタン長押しで起動します。で、この状態だとロックがかかっているので、トリガーを2回素早く引いて解除します。SF っぽい動作音がかっこいいですよね。この刃のね、開閉角度も変えられます。はい、こんな感じでね。はい、これは直径2センチぐらいの単なる木の棒なんですけども、これをちょっとね、切ってみます。おお、すごいですね。バッツバツいきますね。はい、ここは我が家の地下なんですけども、裏の家と我が家の間にね、こういう溝みたいなスペースがあるんですけども、こういうね、ど根性的な感じで謎の木が生えてきちゃってて、まあ、すごいスピードで成長してるんですよ。でこれがね、風に吹かれたりして外壁に擦れると、まあ、すごいうるさいんですよね。というわけで、ちょっと試しにね、こいつをね、切ってみたいと思います。まずはね、この柵外します。おお、思っていた以上に伸びてますね。
はい、てなわけで電動剪定バサミ使ってみますけども、非常にね、切れ味の良いパワフルなツールだと思います。まあぶっちゃけね、我が家ではそんなに日常的に切るような枝とか木とかないんですけども、まあこういうのあるといざという時便利ですよね。実はね、他のことにも使えるんじゃないかと思っていろいろ切ってみたんですけども、硬いブリスターパックとか、まあ、段ボールとかね。でもまあ正直ね、そういうものを切るのには向いてないですね。っていうのはこの刃がね、円筒状のものを切るのに特化した形なので、やっぱり剪定用とか伐採用ですよね。はい、こちらの商品はね、Amazon とかでも1万円前後で購入できます。URL をね、概要欄に書いておきますので、気になった方は見てみてください。はい、今回はここまででございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、さようなら。